年記念 G1 琵琶湖大賞最終12レースドリーム戦組まれているんですが、ゴールドスタードリームファーストと名付けられておりまして、現在13人いるゴールデンレーサーのうち7人が琵琶湖に集結となっておりまして、まずは初日6選手が登場となっていきます。かなり豪華なメンバーの一戦ということになりますが、やはり1号艇に選ばれているのは地元の馬場芳也選手。丸亀で堂ボートレースメモリアル3コースからまくり座しての SG5 つ目のタイトルを手にしまして、満を持しての地元の G1 戦ということになっています。期待が高まっています。ボートレース琵琶湖の開設72周年記念 G1 琵琶湖大賞は、今年は強豪集結の豪華な記念バトル、これより開幕戦最終メインの第12レース、ゴールドスタードリームファースト、1、2、3、4、5、6、ゆっくりと並び、どうやら枠なりです。先ほどは1日目だった風もなく穏やかな競争水面上で開幕戦。まずインコースは1号艇で馬場芳也、目下賞金ランク第1位の時のヒット、地元周年の V 候補です。2号艇で白井英二、手堅い走りでドリーム戦は好発進になるかです。3号艇宇龍正義、今年の住之江周年67周年の覇者。4号艇の峰竜太、全権1番時計でドリーム戦大いに注目、引っ張りました。5号艇で平本正幸、目下賞金ランク第5位の昨年は優質の3着。6コース6号艇で篠崎元氏、第59回大会では G1 初優勝の昨年は優質の2着準優勝。スロー1フッタ3、ダッシュが456、枠なり3対3。さあ初日ラストを飾る好カード、まさに夢の対決となりましたドリーム戦、注目のダブルドリームの第1弾、ゴールドスタードリームファースト、インコースから1番2番3番4番5番6番枠なり3対3で間もなくスタート。今スタートしていきました。好スタートはインコースからしっかりと1号艇センターアウト勢から3号艇4号艇わずかに出ていって、逃げる1号艇のバーバー、刺して2号艇の真ん中詰めて3号艇ですが届かず、4番5番6番と回ってバックスレッチャー押し切った、あっさりと押し切った1号艇の馬場芳也、そして2番手早くも水が入っていって3号艇懐から4番6番接近の、あとは2号艇5号艇の順になっています。なおスタートは正常でした。ランタンマークトップで回るのは1号艇の馬場芳也、そして2番手らしい3号艇の宇龍が回った、懐を2号艇あと6番4番と攻めてまいります。3号艇の宇龍握って2番手の1番3番、そして今度は3番手争いが接戦で、インコースから4号艇2号艇6号艇先頭は早くもぶっちぎった1号艇の馬場芳也、見事なイン速攻、2番手争いは3号艇手堅く宇龍正義競り勝って、注目3番手争いは4号艇の峰が握った、懐突っ込んで5号艇後ろ2号艇揉まれて、あとは6号艇アウト全速で4号艇の峰竜太、ここ人気対抗格の峰が3番手の上位が1、3、4でバック中間地点、2番6番並んでいまして最後方に5号艇です。前提が今から2周目のタイタンマーク、先頭はどんどんと抜け出していって1号艇の馬場芳也、そして2番手で回って3号艇の宇龍正義、3番手は競り勝って4号艇の峰竜太、直線コースドリーム戦メイン競争1、3、4で最終周回へと入ります。さあ今回のダブルドリーム戦の第1弾、ゴールドスタードリームファーストの勝者は1号艇の馬場芳也、初日のヒーロー馬場芳也、そして2番手3号艇の宇龍正義、3番手は競り勝って4号艇の峰竜太、最後のバックスレッジへと入ってまいりました。ドリーム戦上位固まって1号艇3号艇4号艇大きく水が入っていって、後方は6号艇あとは2番5番の順になっています。これで初日はイン逃げ9本目、1号艇の馬場芳也3年連続の初日ドリーム戦1着発進、人気に応えた2番手は3号艇、3番手4号艇、初日メイン競争最終競争第12レース1、3、4で間もなくゴール、先頭1番ゴールイン、3番4番ゴールイン、6番2番5番ゴールイン、以上第12レースのドリーム戦で、日メインカードゴールドスタードリームファーストを勝ちました。地元馬場芳也選手にお越しいただきました。お疲れ様です、はい、ありがとうございます。なんかだいぶほっとされた印象ですね。ほっとしました、はいはい、ちょっと緊張感はありましたね、やっぱりこのメンバーなんで、うん、はい、やっぱ緊張しますよね、はい、逃げれました、はい、ではレース振り返っていきます。並び枠なり進入で、ま、風もかなりこう緩やかでしたよね。そうですね、かなりもうほぼ無風に近い感じかなと思って、うん、はい、まあ、しっかりと仕掛けてはいきました、はいはい、タイミングが06、はい、うん、その見え方でしたか。そうですね、あの、はい、しっかりと突っ込んでいって、ええっていうところですね。
1枠はしっかり回って押し切りました、はい、もうここで水がね空いてます、はい、どうですか映像を見て、まあ、水面もかなり良かったんで、うん、あのいいターンはできたと思うんですけど、はい、あのしっかりとグリップ感とか前に押す感じとかも良かったので、うん、はい、あの1走目としては良かったのかなと思います、はいはい、ね、朝のインタビューで全体にアップさせたいということで、はい、あのこのドリームからシリンダーケース部品変わりました、はいはい、このあたりは何か効果はありましたか。まあ、悪くはなってなくて、まあ、上積みできてるとは思ってるんですけど、うん、どうかな、あの強気なコメントはまだちょっと言えない感じです、はい、プロペラ調整今日に関しては進捗状況というか、まあ、何パターンか試して、はい、まあ、瞬で一番出足の感じとかがスムーズなところでいったんですけど、まあ、その辺はある程度良かったのかなと思います、はいはい、ね、ずっとその出足の部分でなかなかこう来ないっていうところからの前回のメモリアル優勝がありました、はいはい、そこに関してやっぱり今節も大切にはしていきたいですか。まあ、そこが生命線なので、はい、うん、まあ、そこで戦ってきた人なんで、はいはい、そこがないと全然ダメなんで、はい、はい、最近琵琶湖でもそこが来なかったっていうところだったんですね。そうですね、エンジン更新されてから、うん、まあ、ゴールデンウィークをボンと走ったんですけど、はい、なかなかあの正解が見つけられなくて、その3節の中では今のが一番良かったのかなという感じがしました。そうですか、はい、はい、ね、まずはエースがしっかりここ勝ってくださいました、はい、明日以降またまた大きな期待がかかると思いますので、はい、一言メッセージいただきます。はい、幸先いい滑り出しができたので、2日目以降もしっかりと集中して、例に絡める頑張ります。12レースドリーム戦を勝ちました馬場芳也選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ドリーム戦勝ちました馬場選手のインタビューをご覧いただきました。では12レースの競争成績もお伝えします。1着1番の馬場芳也選手、2着には3番の瓜生正義選手、3着4番峰竜太選手が入りました。